はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。デラックスヘボットのボキャボットスカイラビットとカットビタイガーです。エトボキャボットの新しいのが出てましたね、はい、こちらがウサギ、こちらがトラですね、はい、エトボキャボットだから12種類いるんだよね、じゃあ開けていきましょうか。はい、よいしょ、かわいい、うん、でかっ。はい、カットビタイガー本体、じゃあ組み立てていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがまずスカイラビットですね、はい、のアニマルモードです。はい、かわいい感じだね、うん、耳の後ろから何やら工具みたいなのが出てますね、うん、ポストの形の帽子だね、うん、の、ウサウサネジがついてますね、はい、かわいいね、うん、これちゃんとほらネジになってます。お、それでまずこのヘボットと合体させてみようか。はい、まずはこのスカイラビットの耳をブチッて、あブチッて取ってでヘボットの裏側、はい、はい、できましたね。はい、これがスカイモードですね。はい、で、あとはこのあ、ネジだね、うん、ネジをつけるんだけど、ちょっと待って、電源オン。ヘボットオフモード、ヘイボット、心のネジはバカになってないか。今俺は32レベルヘボだって。じゃあ、装着装着、こんな中途半端なのこれ、うん、ここまでしか刺さんない、うん、でこれでボタン押してみてくれる。ビリーヘボーピヨンあ、ピヨンっていう、うん、うん、エネジーが染みるヘボー、ピヨン、あ、ピヨン届けるピヨン。なるほどね。でこれがスカイモードです。じゃあ次はスキーモードしてみましょうか。はい、スキーモードはまず背中の羽を取ってブチッ、ヘボットの足もうわーっ、うわーっ、耳だったところが足になりますこっちも反対もだね、外して、今日は決まってる、緩んでる、ピョン、あ、言い方か、緩んでるな、はい、こうだね。でそして工具を持たせます。工具というかね、スキーの棒だね。そう、スキーの棒になるんだこれが、うん、ああ、これがスキーモードです。はい、ヘボットスキーモード、特にした出るっていうから、なんか出ちゃうのかと思ってブリってしゃべるね、相変わらずね。特に何ヘボか、その緩み切った顔は、すいませんすいません。はい、続いてこちらがカットビタイガーですね。はい、レーシングマシーンみたいな感じになってるね、うん、ヘボットと合体させてみる。まずはここ足を上上、後ろも上上、角のだね、はい、そしたらこのネジを取って、これハンドルみたいになってんだね、うん、次にヘボットの足をブチブチって取ったら、ここに穴があるのでここに差し込みます。はい、ああ乗ったみたいになった、うん、で上に、ああそうだね、トヨタネジをセット、はい、タイはいってなんだい。ボタン押してください。では全然トラブル、もう一度トライ半歩進んでヘボヘボヘボゴーゴーって言った。とにかく早いぜ今ヘボ、もっと頑張ってほしいヘボゴーゴー走るぜ、絶好調ヘボ。こうやってこうやってさらにさっきもつけちゃっていいわけでしょこれ。あ、そっか、そうだよ。あ、ちょっとなんか面白い。でこれをこれをこうして、すげえ、さ、3つのエトボット合体しました。はいなんかボキャバトルで遊ぼう。分かった分かった、遊ぶから。はい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 、なんかすごいでかいね。うん、でかいはい、それではボキャバトルモードで戦いましょうか。はい、エジン君がトラトラネジで、私がウサウサネジの、はい、なんだっけ、ボキャバトルのフリーでやろうか。はい、ああ、これまでの最高得点30万点だっけ、30万なんとかって言ったよね、16万だよ、16万だっけ、うん、16万なんだ か。じゃあそれを超えましょう。はい、
ましょう。いきます。はい、ボキャバトルモード、お題発表。シュールシュールインテリ。これをフリーに。お題発表。フリーでは行け。頑張れ頑張れって言うのかな。ワン、記録更新。まさかの17万2800エナジー。じゃあ次はパパ。じゃあ次はパパがやりましょう。いきますよ。ボキャバトルモード。はい、はい、発表。あ、ごめん。これ押したままダメなの？行きます。あら、やりますよ。軽くやりてるの。頼む。同じだ。おお、レベルアップ。レベルアップ。今俺は33レベルヘボ。そうだね。まだまだレベルアップするヘボ。はい、じゃあ最後に3つのボキャネジ、エトボキャネジをそれぞれ刺してみましょうか。はい、行きましょう。サルキー、サルサルネジから、サルサルネジ、ウサウサネジ、ウサウサネジ、トラトラネジ、トラトラネジ。おお、おお、ネジクール、エトネジコンボ、記録更新。でしかもなんかね、妖怪ウォッチで言うとこのレジェンドみたいなおせいだった、うん。ちょっとゴージャスだったね。ゴージャス。うん、エトネジ3つでこんな風になるんだね。うん、なかなか面白いですね。はい、ということで今回はボキャボットのスカイラビットとカットビタイガーでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価をお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。今日のあたりからこの辺にね、あの残量がヘボなら大丈夫。
この辺に、あの、なんだっけ、関連リンクが出てると思いますので、はい、気になった方はこちらからも別の動画行ってみてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。